現行の親権規定が定められたのはいつのことでしょうか。明治31年にいわゆる明治民法の第4編に親権に関する規定が設けられております。その戦後新憲法が制定されまして、昭和22年に新憲法の理念である個人の尊厳、男女平等の観点から改正が行われて現行の民法の規定になっているという経緯でございます。今現在の親権内容をお示しいただきながら、それ以前の親権の内容との違いをお示しをください。第一節の総則では、誰が親権を行使するかという親権行使の主体についての規定が置かれております。から第二節の親権の効力では、看護教育の権利義務や財産管理などの親権の具体的内容についての規定が置かれております。それから第3節親権の喪失では、親権の喪失や管理権の喪失についての規定が置かれていると、こういう体系になっております。で、明治民法と比較しますと、明治民法では原則として子と家を同じくする父親に親権があるものとされておりまして、母親に親権がある場合は制限されておりました。これは家制度の影響だろうと思います。で、戦後、先ほど申し上げましたが、新憲法が制定されまして、個人の尊厳や男女平等の観点からの改正が行われましたので、現行民法におきましては、親権は父母が婚姻中は共同で行使すると、こういう規定になっております。それから、親権の効力や親権の喪失の規定は、現行民法と明治民法では基本的には同じ内容だと考えております。明治以降からの親権規定の流れを踏まえると、今回の改正は、この利益を軸に、明治時代にはない、戦後認められた親権規定、親権規定を再構成したものと言っていいのではないかと思います。そういう意味での歴史的意義を感じますが、大臣いかがでしょうか。明治憲法というのは基本的に家というのをこう家族の単位にしてまして、で、戸主がいて、そのもとにずっとこの老い、めいまで含めていろんな人がそこへ入っていたわけですね。そうした家の一員としての子、したがってこの例えばその明治民法の中には、未成年のこの兵役出願の許可、こんなものが親権者にあったり、あるいは母の親権の行使については親族会の同意といったものがあったりしたわけです。しかしこれは個人の尊厳や、あるいはその男女の平等ということからしておかしいということで、戦後の改革で家制度をなくして、そして戸籍というのは夫婦と子供という単位にして、今の制度になったわけで、基本的には私はその段階で親権というのは子供のために行使するんだということになっていると理解をしたいと思いますけれども、しかしやっぱり戦前からの流れがずっとあって、なかなかそこは明確でなかった。しかし今回やはりこの国連でもチルドレンファーストという原則を確立をしています。子供というのは未来の夢であり希望であるんで、やっぱり子育てあるいは子育ち、これを最重要にして、親権というのはそういうことのために行使するんだということを明確にしたいということで、この利益といたしました。文言もこの利益のためにではなくて、この最善の利益のためにと、もっと明確に改正すべきではなかったのでしょうか。この最善の利益というのは、これはもう当たり前でありまして、最善と書かなくても、この利益というのは最善の利益です。逆に書けばですね、最善はこうだけど、事前はこうで、参前はこうでとかなったら、それはかえってなんか複雑になるだけなので、この利益というのは最善の利益のことなんだと、こうご理解いただきたいと思います。わかりました。大臣のですね、やっぱりこの明治時代以来のですね、親権に対するこの親権についての社会的なやっぱり背景を踏まえたですね、流れが今日に至っているということの理解がですね、本当によく私はあってよかったと思います。